言葉の教室の面談に行こうということで予約しましたっていう動画を前回出しました。で、それの面談に行ってきましたっていう動画になります。よし。開きますよ。はい。スープに餌あげるね。餌じゃなくて水ね。おい。お洋服濡れんように気をつけていいよ。結構水いっぱい入ってる。真ん中のこう水ほとんどかぶってないよ。そこもあんまり。そう。重すぎだ。この。で、行きましょう。電車。うん、なんで。車。え、なんで。言葉の教室行ったら、行く着いたら中に入るときに帽子外します、疲れるから。疲れるのね。言葉の教室の先生に会ったらまず何しないといけないですか？おはようございます。はい、正解です。で、よろしくお願いします。あ、正解です。えらい。知っとる子で、ママと先生が話しとるときに、喋りかけたりバタバタしたりいかんのよ。帰るときはなんて言うの？さようなら。はい、正解です。さようならでいい？バイバイでもいいよ、さようならでもいいし。じゃあ、ありがとうございますはいつで言うの？ありがとうございます。物を貸してもらったらありがとうって言わなかったやろ？さあ、パンちゃん楽しみ？何やるんだろう？絶対言葉を覚えるやろ。わかんない。どこ見たい？うん。はい。じゃあ。チェックしといた。じゃあもうちょっとしたら行きましょう。なんで？ちょっと早すぎるから。ああ、タイミングはね。はい。早くです。レッツゴー。はい、帰ってきました。じゃあ、かのさんに言葉の教室の面談を受けての感想を聞きたいと思います。どうでした？楽しかった。楽しかった？何したの？リカちゃんハウスで遊んだ。はい、リカちゃんハウスださ。他に何かやった？他に何かやった？言葉とか。言葉な、そうやな。一番最初にやったな。でも、かのさんはリカちゃん人形が一番面白かったと。でも、もう一個のハウスと遊びたかった。ソドレも。それで遊びたかった。本当か。はい。外で遊びたかった。外か。今から保育園来ますから、外で遊んでください。うん。遊べればいいけど、みんな。面談から戻ってきました。かのさんは無事、保育園の方へ行っております。はい。じゃあ、いろいろお話ししたいんですけど、ただ、動画、いきなり始めてしまったので、なんだと思われる方がいらっしゃるかと思うので、もう一回説明しますと、前回の動画、多分どちらかにあるかと思うんですけど、かのさん、今年の初めに保育園の先生より言葉の先生が来た時の面談で、ちょっと言葉に困り感がある部分があるので、保護者さんが気になるようでしたら、一度言葉の教室の面談を受けてみてはと指摘されました。で、ママはお兄ちゃんがね、ちょっと発語に困り感をすごい抱えて育ってる子だったので、すごく心配になって一度面談を受けることにしました。で、そこで予約を完了したっていう動画を前回上げております。で、それの面談に行ってきましたっていう動画になります。で、結局のところ、かのさんはどうだったんだっていう話になるかと思うんですけど、その前に言葉の教室の面談でどんなことが行われたのかっていうのをお伝えしたいと思います。まずはじめに言葉の教室行きました。で、行ったらね、先生2名がお迎えしてくださって1つの教室入りました。で、かのさんは先生と一緒に椅子に座って、保護者さんは後ろに座って待機っていう形で、かのさんがやることを見てました。で、まず最初に絵がいくつか描いたプレートを子供に見せます。で、見せた中で先生がクイズを出します。例えば、時計はどれですか自動車はどれですか、キリンはどれですかっていうような質問。その後に、お水の中で泳ぐものはどれですか、字を書くものはどれですかなどと、連想できるクイズ、いろんなパターンから子供とクイズをします。で、その後に、ピンポイントで指さして、これなんだと思う？これなんだと思う？って言って、言葉を言ってもらうっていう感じですね。それがまず大きく一つ目。二つ目は、先生が指示した言葉を続いて言えるかっていうやつですね。すごくいっぱいありました。かのさん頑張って全部言ったんですけど、例えば、雨、色、馬、絵本、大きい。先生が言ったらかのさんが言うっていう形で進めていきます。擬音語があったりだとか、用音があったりだとか、濁点があったりだとか、なんかね、すごいいろいろなことをして、かのさんの面談は一応ここで終わりになります。で、一回先生たちがちょっと相談してきますって言って、その間に言葉の教室に置いてあるおもちゃで、かのさんはもう好きなように遊びました。かのさん何を選んだかというと、リカちゃん人形。で、かのさんが遊んでいる間に、先生が戻ってきて、じゃあちょっとお母さんだけでお話ししましょうって言って別室呼ばれました。で、別室に行った後にママと先生でお話ししていく中で結果を言ってもらいました。結果、かのさん、口の周りの動き、舌の動き、舌の形などは問題なく、言葉の発達が遅れているっていうよりかは、多分聞き間違えて覚えたんじゃないかなっていう結果でした。あれだけ喋ってる子なので、言葉の発達が遅れているって言ったら、ママどうしようどうしようっていうところだったんですけど、結果はとりあえず、間違えて覚えているっていうことでした。それはそれで問題なんですけどね。言葉の先生からは、4月から言葉の教室に通って、今苦手としている言葉を練習して訂正していくっていうこともできます。ただ、かのさんの様子を見ていると、わざわざ教室に通っていただかなくても、ご家庭でも改善されていくと思いますとおっしゃっていました。先生がそう思われたのは、以前その言葉の先生が見えられ、チェックされた表が残ってたらしいんですね。去年ですね。で、それを今回のテストと見比べて、明らかに改善されている点が多いと言えるようになった言葉がかなり増えてきた。間違えてた言葉が少なくなってきたってことですね。があったので、問題ないんじゃないかという判断でした。ただね、今回の面談で間違ってる言葉、ママが聞いただけでもかなりあります。何が違ってたかというと、かのさんが引っかかったのは多分、ひらがなの習得で最後の方になるラリルレロの行、濁点の行でちょっと間違いがあったみたいです。例えば、ラクダ。なんですけど、かのさんは、ラクラと言います。もう一回いきますよ。本当は、ラクダなんですけど、かのさんは、ラクラと言います。だが、ラに置き換わってしまってるんですね。あとは、もう言いづらいね、逆にね。テレビが、テレビ。ちょっと伸びちゃってるんですね、真ん中がね。体が、体。そんな感じで間違えているものが多かったみたいです。聞いてても、やっちまってるなっていうのがわかるぐらい、ちょっと交換されてました。家庭で何をしたらいいんですかねって言って聞いたんですね。まず、この年代の子だと多分女の子同士で手紙のやり取りをしますと。自分が覚えてた言葉と書いた文字が違って、それを指摘されることによって、違うんだって認識されるっていうことで、とりあえず絵本を読んだり、文字を書いたりするのがすごい効果的ですよと。あと、しりとりをするとよくわかりやすいですよっていうことでした。確かに確かにと思いながら、今ちょうどハマってるんですよね。あいうえおと書くの。なので、それだったら家庭でできるかなっていう認識もありました。そんな感じで、家庭でできそうなことを、いろいろね、プリントもらって教えてもらったんです。かのさんにもちょっと当てはまる部分はあるんですけど、物を噛むときに、前歯付近で、カム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 って噛んでしまってゴクン。ほぼ丸飲み状態。奥歯で噛むっていうことをしない子は結構最近増えてきたらしいです。あと、アイスクリーム。皆さんの子さんどうやって食べてますか？かのさんはベランってなり食べるんですけど、今の子、カプって噛むらしいです。なんか下の長さがこう前に出せないらしいんですよ。でドーンってやらないから。なので舌とか口の周りの筋肉を鍛える方がいいよっていうことで、ママはカモさんにガム食べさせたことないんですけど、ガムって意外に口の中の発達を助けるのにいいみたいで、ガムは噛まないと味がしないから噛む。できるならばそのガムで風船を作るところまでやらせた方が効果的っていう教えてもらいました。ということで、カモさん、4月から言葉の教室に通うのではなくって、家でできる限りのことをやりたいと思います。ただね、言葉の先生と話してたんですけど、6月に、小学校入学前の就学前検診、これに、小学校の先生が行くらしいんです。そこで、どうかっていう話になります。まあそこで引っかかったなら、まあ小学校までの間に練習するのか、小学校からの何か支援を受けるのかっていうのは変わってくるらしいんですけど、6月まで、いや、小学生上がるまで、まあひらがなを覚えつつ、言葉の間違いを訂正していけたらなと思います。で、今回面談行ったんですけど、なんか不安なことがあったら、メールでも、電話でもいいので聞いてくださいって。やっぱり言葉の教室通いたいわって言ったら、全然受け入れができるので、お声掛けしてくださいとも言われたので、ちょっと、親としては安心材料がある中で子育てできるのでありがたいなと思いました。カモさん見て思うんですけど、本当にできないのか、ふざけてやってるのかっていうのがね、わからない部分があるので、一回専門家の人に見てもらってよかったなと思います。ということで、最後まで見ていただきありがとうございます。次はかのさんの笑顔の動画が届けられたらいいなと思います。では、バイバーイ。